年末の今の時期になると思い出す復讐話を一つしていく。私は同じ会社で働いていた高文と縁があって結婚した。結婚当初は小さな喧嘩はあれど、お互い仲良く過ごし家庭を築いていた。そろそろ子供も欲しいね。そうね、お金も貯まってきたし。子供のことについてもお互いに話していたし、私たちの結婚生活はうまくいっていると思っていた。しかし、結婚生活が2年ほど経つと、高文の様子がおかしくなっていった。今日も遅くなるの？仕方ないじゃないか。うちの部署が忙しいのはお前も知ってるだろ？そうかな。今は落ち着いてると思うけど。お前のいる部署とは違うんだよ。家庭のために働いているんだ。文句言うな。私のいる部署と高文のいる部署は大体同時期に繁忙期を迎える。確かに3ヶ月前までは繁忙期で、お互いに残業続きで家で顔を合わさないほど忙しかった。しかし現在はそれほど忙しくもなく、定時で帰れることが多かった。実際高文の同僚も定時で帰っているのを見かけていた。しかし高文は繁忙期を過ぎた現在でも帰りが遅かった。理由を聞いても仕事の後処理だとか仕事の残りを受け負っているだとか言い張り、詳しい理由は話してくれなかった。仕事の帰りが遅いからといって決めつけちゃいけないよね。私の中である疑念が生まれたが、理由を追求して今の私たちの平和な日常を壊すのが怖かった。何より私は高文を信じたかった。しかしその思いはこの後に儚く散るのだった。その1週間後、話があると言われた私はリビングの椅子に座った。俺浮気してた。高文は浮気していたのを自供してきたのだった。嫌な予感がしていた私だったが、いざ愛する夫の口から聞くのはかなりショックだった。相手は受付の女性で、三橋美希さんだ。半年前からの関係だ。押し黙る私に次々に詳細を白状する高文。なんとか精神を持ちこたえようとしていた私だったが、次の一言で私の心は完全に折れるのだった。ミキちゃんが妊娠した。俺はこれからミキちゃんとお腹の子供と一緒に生きていく。俺たちは愛し合ってるんだ。だから子供ができたんだ。そんな、私だってお前とは縁がなかったんだよ。夫婦としても子供を授かることも。だから離婚してくれ。そんな、急に言われても受け入れられないわよ。慰謝料は払うし、財産分与もちゃんとする。だから離婚してくれ。私の気持ちは何も考えてくれないの？それに私の両親やあなたのご両親がなんていうか。両親に感動されようが、罵られようが、軽蔑されようが、俺たちの愛は誰にも止められない。俺とミキちゃんには愛の結晶がいる。三人家族で支え合って生きていければそれでいいんだ。もう何を言ってもダメだってこと？ああ、だから離婚してくれ。頼むから俺とミキちゃんの邪魔はしないでくれよ。どんなことがあろうと、俺たちは真実の愛を貫き通そうと誓い合ったんだ。そう私に言った高文は、まとめていた荷物を持って玄関へ歩いていった。私はすぐその後追いすがった。待って、まだ話をさせて。こんな終わり方あんまりだわ。はっきり言ってやるよ。お前はもういい歳だし、豊島女まっしぐらだろ。やっぱり若い子がいいに決まってるだろ。じゃあな、おばさん。高文は泣く私を嘲笑うと家を出て行った。その後は離婚に向けていろいろと動き出した。タカちゃんは私が幸せにするから、邪魔者はさっさと消えてね。私のお腹にはタカちゃんとの赤ちゃんもいるし。おばさんが視界から消えてくれなきゃ、私の精神に影響出て赤ちゃん育たなくなるでしょ。だからさっさと消えてね。おつでーす。さすがミキちゃん、赤ちゃんのことちゃんと考えてくれてるなんて。やっぱりいい子だし、優しくて賢いな。高文が愛したミキちゃんとやらは見るからにアホっぽい子で、どうして高文とこの子の間には子供ができて、私たちとの間にはできなかったんだろうと、悔しいやら悲しいやら感情がぐちゃぐちゃだった。そんな不安定な状況でも離婚話は進んでいった。結果、私は2人からまとまった慰謝料をもらうことに。
財産分与として共同貯金の半分と今住んでいる家をもらい、高文との結婚生活は終わった。みきちゃんとやらが払った慰謝料もあの様子じゃ元夫が出したお金だろうな。そんな私を支えてくれたのは両親、昔からの友達、そして今から家に行っても大丈夫、ご飯作るからたくさん食べて生きる力をつけよう、何にもしなくていいのよ、生きてりゃなんとかなるよ、とりあえず今は一日を生きるためにご飯食べよう、あとはぼーっとでもポケッとしてでもしてていいよ、今は頑張る時じゃないさ、私が有馬ちゃんのお世話するから任せなさい。すごく仲の良かった元同僚のまなかちゃん、それから今日は夕焼けが綺麗だったよ、写真送るね、有馬さんは本当に頑張ったよ、だからゆっくり休もう、有馬さんのペースでゆっくり一歩ずつ歩いていこうよ、俺も一緒に有馬さんと歩くから、君の隣にいるからいつでも頼ってくれな。同じく仲の良かった元同僚の高瀬くん、後の私の恋人である。私は周りの人に支えられ、約2年と時間はかかったけど立ち直ることができた。両親、友達、真中ちゃん、高瀬くん、みんなには感謝してもしきれないほどだ。そして私は転職し、高瀬くんともお互いに心を通わせ、いいお付き合いをしている。離婚のことも笑い話にできるようになり、穏やかに過ごしていた。カレンダーは1年の終わり、年末に差し掛かっていた。誰かしら。週末の朝、ちょうど洗濯を終えた時にインターホンが鳴った。高文？かずみ。玄関を開けると、見た目も服もボロボロで肌もガッサガサ、見るからに老け込んだ元夫の姿があった。玄関先で何も言わず、高文はただうつむいている。とりあえず人の目もあるし、そう言って高文を家にあげた。昨日の晩の残り物だけど食べる？家にあげても何も言わず黙ったまま下を向いている。そんな高文に昨日の夕飯の残りを出した。高文は戸惑いながらもそれを食べ始めた。うまい、うまい。そう、ボロボロと涙を流しながらご飯を頬張って食べているその様子を私は静かに見守っていた。出したご飯を食べ終わった後、高文は泣きながら私に言った。お前の料理は本当に美味しいな、昔のまんまだ。当たり前じゃない、愛情が入ってるもん。かずみ、お前今でも俺のために。私が微笑みながらそう答えると、高文は嬉しそうに満面の笑みを浮かべ、私に向かってさあおいでと言わんばかりに両手を伸ばしてきた。なので私はその手を叩き落として言ってやった。はあ？あなたのために作った料理じゃないんだけど。私があなたのことを料理を作って待ってるわけがないでしょ。どれだけ頭パッパラパーなの。え、驚いてうめいている元夫に畳みかけるように言葉を続けた。この料理は今の恋人が昨日の晩来たから、その人のために作ったものなのよ。その残り物をあなたに出しただけ。愛情はたっぷり入ってるよ。あなたへの愛情じゃなく恋人への愛情だけどね。っていうか、私はあなたと結婚してた時もこうして愛情をたっぷり込めて料理を作ってあなたの帰りを待ってたわよ。でもあなたが選んだのは若い子だったんでしょうが、今さら私があなたの帰りをけなげに待っているなんてありえないから。どんだけ都合のいい頭してるのよ。驚いたままボロボロと泣き出すので追い打ちをかけた。かずみ、何のために家に来たの？お家に帰れば若い真実の愛を誓い合ったお嫁さんとその愛の結晶が待ってるんでしょ。何が不満？喧嘩したとか何かあったのなら自分の実家に帰れば。あ、感動されて縁切られてたんだっけ。ごめんごめん。でもいいんだよね、感動されようが軽蔑されようが家族3人支え合って生きていくんだったよね。お互いの愛を貫くんだよね。あんだけ2人して言い切ったんだもの、今さら違いましたじゃかっこつかないわよね。あ、そうだ、ついでにご報告なんだけど、昨日恋人にプロポーズされて再婚するんだ。ここも引っ越すのよね。連絡先はとっくに変えてるし、ここ引っ越したらもう二度と会わないね。オッケーです。
さっさと消えてね。絶望した表情で口をパクパクしている元夫を玄関先に追いやり、そのまま追い出した。最後は追いすがるような表情で私を見てたけど、気にせずドアを閉めた。そんなことがあったんだ。ちょっとやりすぎちゃったかな。いいんじゃないの。ただやられたことをやり返しただけでしょ。相手の自業自得。まあそうだよね。ま、全部知っててやったんだけどね。そう、私は元夫の現状を元同僚のつてで知っていた。元夫と元不倫相手がうまくいっていないこと、元不倫相手が家事も炊事も育児ですらまともにできず、誰かを頼ろうにも友人にも両親にも縁を切られているので頼れず、しまいには元夫に丸投げしているのも私は知っていたのだ。だからわざと家に入れた。わざとご飯を出した。そしてわざと再婚の話をしてやった。敬語にはこういう黒いことまでは言えないな。墓場まで持っていこう。家に来た理由が不倫相手とうまくいっていないのを愚痴りに来て、あわよくば私の同情を買い復縁なんてプランが元夫にはあったのかもしれないけど、するかバーカって感じ。あれだけ私をバカにして嘲笑って威勢よく出て行った家に、しらじらしく何事もなかったかのような顔して戻ってきたのがものすごい腹立って、思わずやり返してしまった。後悔はしていないけれど、精神参ってる人にやることじゃなかったかなと反省。でも結果的に大丈夫だったとはいえ、家にあげてもし襲われてたらって考えるとゾッとするよ。できれば連絡してほしかったな。すぐ飛んで行ったから。あ、確かにそうだね。それはごめんなさい。確かにその時の私は元夫に勝つことしか考えてなかった。元夫が世間で言う無敵の人化していたら私には太刀打ちできない。軽率なことしてごめんなさい。過ぎたことを責める気はないし、やっとすっきりした顔になったから、終わりよければ全てよしってことにしよう。来年もいい年にしようね。うん、いい年にしよう。しかしそんな悲惨な現状を抱える元夫に未だにざまあみろと思っていることは、未来の夫には秘密なのである。ご視聴ありがとうございました。